細分類とも捉えられ、エレクトロニカの範疇で語られることもある。同時期のニューウェーブリバイバルからの流れを受け継ぐ形で登場し、2000年代後半から頻繁に音楽業界で流行した言葉、ジャンルである。そのネーミングはクラクソンズによって付けられた。ニューレーブの象徴である、蛍光グッズ2000年代前半、ロックシーンは、ポストパンクリバイバル、 ニューウェーブリバイバルが起こり1980年代の音楽に対する再評価を進めたが、とりわけ、シンセポップ系ニューウェーブバンドへのリスペクトが高まり、ブロックパーティーやザ・キラーズを代表格にインディーロックにダンスミュージックを導入するバンドが台頭した。これはエレクトロクラッシュという地下ブームとも連動し、クラブシーンとロックシーンのクロスオーバーが盛んになった。 ネオリベラリズムのマーガレット・サッチャーが制定したクリミナル・ジャスティス法への反対でも1994には10万人もの参加者があった。こうした流れの中で登場したのがクラクソンズである。彼らは自らの音楽をニューウェーブとレーブをもじった造語としてニューレーブと名付けた。この言葉は当初単なるクラクソンズによる内輪のダジャレとして使われていたが、 やがて、クラクソンズが、ロックシーンにおいて、頭角を表すようになると、ニューレーブは、メディアを通じて大々的に剣伝され、ニューウェーブの進化系、次なる潮流としてもて生やされた。時を、同じくして、多くの金字バンドがデビューを飾ったこともあり、ニューレーブは2007年から2008年にかけて、ブームになった。ニューレーブは内実を伴わない。 でっち上げのブームとする見方もある。しかしながら、音楽シーン全体で見ると、1980年代後半のマッドチェスター1990年代後半のビッグビートに象徴されるように、実は10年周期で、ダンスとロックの融合ムーブメントは定期発生を繰り返しており、この側面で見た場合、2000年代後半のダンスと、ロックのクロスオーバーブームを言い表す故障が、 ニューレーブの、それ自体であるという意見もある。そのように、ニューレーブとして、大きくくくられてしまったものには、ダンスパンクや、ディスコパンク、単純にダンスロックと呼ばれるもの、エレクトロクラッシュ、ニューウェーブリバイバル、シンセポップ、エレクトロポップ、エモ、スクリーモなど、多種多様なジャンル、シーン、ムーブメントがあった。オリジナルのレーブの実際の音と、 ニューレーブと呼ばれた大多数のバンドの音は、いくつかの典型的なアナログシンセラインを有する点において、かろうじて識別可能であるものの、両者の関連性は薄かった。加えて、安易なメディアによっては、単に同時期に対等したという、それだけで、電子音楽系はミナニューレーブとして扱っていた感は、否めない。すなわち、ブラジルの CSS、あるいは、 オーストラリアのペンデューラムなどの海外勢に対してや、あるいはジャスティスや、ボーイズノイズといった、DJ スタイルのミュージシャンに対しても、一様に、ニューレイブバンドとして扱う傾向があった。オリジナルレイブのプロディジーは、このニューレイブに対して、プレスが意図的に仕掛けたブームであり、レイブカルチャーとの関連は、まるでない。くしゃみをしたら吹き飛んでしまうような軽いシーンだよ。とコメントし、 1980年代末1990年代を架け橋するサブカルチャーとしての背景を持つオリジナルレーブに比べニューレーブはムーブメントに属するミュージシャンを支える土壌がないいわば砂上の老閣であると断じたしかしながらこのシーン中でもクラクソンズは本物本当にいいレコードを作ったのにそれをプレスに散々ネタに使われたとも述べている実際 当のクラクソンズ自身も、ニューレーブは、ジャンルとは、関係がないと公に発言し、手に負えなくなった冗談と総括して自ら、決別宣言を出した。結局のところ、実態としてのニューレーブは、メディアによって一人歩きを始めたバブル経済的な、ものであり、1990年代に、日本の音楽市場で流行った、デジタルロックと同種の流行語と見ることもできる。 ニューレーブは講義の意味で2000年代に世界各地で偶発的に起こった複数のエレクトロニックミュージックとロックのクロスオーバー、ムーブメントを2007年頃に大雑把にまとめたものの名称、ムーブメント名ということができ、また競技の意味ではクラクソンズとその周辺の音楽的に極めて類似性の高いバンドを指すジャンル名と説明することができる。 ジャスティスやデジタリズムといった新世代エレクトロ勢の世界的対等とニューレーブ勢の交流は盛んであり、2000年代後半のブリッドポップ再評価と同様に即座に軽薄なムーブメントだと認定するには早景であるとも言える。後年2000年代を流星したダンスとロックのクロスオーバームーブメントとして、このニューレーブが解雇されるであろうことだけは確かである。 日本においては、ブンブンサテライツなどが、ニューレーブからの影響を公言していた。ニューレーブの音楽性は、オリジナルのレーブで流行した音楽に似ているものの、後年のビッグビートや、ダフトパンクからの影響の方が、色濃く、レーブのリバイバルというよりは、単純に、エレクトロニックミュージックを全面に取り入れた、インディーロックと考えるべきである。しかしあえて、 ニューレーブとして特徴づけるとすれば、DJ スタイルではなく、バンドスタイルである点、サイケデリックな視覚効果を重視している点、多効感のあるトリップ感覚をダンサブルなバンドサウンドによって実践しようとする点、などが挙げられるであろう。ケミカルライトスティック曲げた、ケミカルライトニューレーブで語られるバンドは、トランス系のパーティーからの影響も強く、 非常に明るい蛍光色を好んだファッションを特徴としている。ナイロン生地のマウンテンパーカや、ナイキやアディダス等のハイカットスニーカーなど、カラフルなカジュアル系スポーツウェアを着こなすものが多い。ワンポイントのアイテムとして、ケミカルライトを手首に装着したり、点滅するコンパクトネオンをかざすことも多い。実際のところニューレーブのカテゴライズは、 シーンの多少は曖昧な音の基準よりも、このカラフルなファッションイメージによる方が多いともされる。多多数、ありがとうございます。